はい、こんにちは。はじめまして、エイチンと申します。よろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、英語の発音を詳しく解説していきましょうというチャンネルになります。このチャンネルを解説しようと思ったきっかけはですね、自分自身が英語の発音にとても興味があって、いろいろ勉強してきました。そういった知識をですね、分かりやすく皆さんにシェアできればなということで、こちらのチャンネルを開設いたしました。よろしくお願いいたします。まずですね、英語の発音の難しさということで、いくつか挙げましたので、紹介したいと思います。はい、日本語と、英語なんですけれども、母音と子音の使う量が違いますよっていうところがあります。例えて、言いますと、テキストっていう言葉がありますけれども、英語になるとテクストになります。テキスト、テクスト、はい、ちょっともう聞こえ自体も違いますけれども、発音をこうやって今下に上げますけれども、テキストになりますと、全部の子音の後に母音がついていきます。なので割と長い音になりますね。はい、変わって英語読みテクストになると、テの後だけに母音がついていて、キスト、最後のところはですね、子音だけの音になります。はい、こういった母音と子音の量、使う量っていうのが違っているところっていうのも、難しくさせているところかなと思います。あとですね、母音ですけど、英語の母音っていうのは、日本語よりたくさんあります。日本語はあいうえおっていうのが一応代表的な、まあ5つのですね、母音になりますけど、英語の場合にはもっといろんな種類があります。よくね、練習する、例として挙げますけれども、cut、cat、cut ね、全部 C から始まってね、こういったちょっと比べて例に出しますけど、母音がね、全部これ違うんですね。最初のカッっていうのは、こちらの、発音記号ですね。ではキャットですね。これはまあ、アメリカ発音で一応ね、この今表示した発音記号になりますけれど、はい、それから最後カットは、こちらの発音記号になります。で、日本語にこう、変換した場合に、やはり聞こえ度によって、日本語のあに近いものはあ、おに近いなと思うものはおっていう形で、どちらかにこう分類しますね。このカットの場合は、カットの場合にはあに聞こえるのでカットですね。で、キャットはあに、日本語のあに聞こえるのでキャットですね。で、最後のカットっていうのは、おに近く聞こえるので、コットっていうふうにね、分類します。はい、なので、日本語の、母音よりも、英語の方がいろいろあります。あって聞こえるような音もいくつかあって、おって聞こえるような音もいくつか種類があったり、まあ、全体的に23個ぐらいあるというふうに言われています。もう一つですね、有声音無声音っていうことでありますけれども、日本語の場合には、全部ね、有声音あいうえおがついた、ついてる音になりますので、全て、まあ、有声音の音というふうに理解してもらっていいかなと思います。で、英語は無声音の音を、ね、かなり使いますので、そういったところも難しくしている要因になっているかなと思います。例えば先ほどのテキストですけど、テクスト
ですよね。はい。で、最後のクスっていうところ部分はもう無声音になります。はい、どのように、有声音と無声音をこう区別するかっていうと、一番いい方法が喉にね、こうやって手を当てまして、発音した時に響いたら、有声音、響かなかったら無声音になります。でまず最初日本語のテキストで言ってみますと、テキスト、はい、これ全部響きますので全部有声音として、の音ですね。はい、で英語ですとテクスト、はい、テのところは響きますけれど、クスッのところは響きません。なので最初のテのところが、有声音で、最後のクスッというところが、無声音ということになります。このようにですね、有声無声音というものがあって、それもね、難しくしている要因かなと思います。で最後にですね、アクセントが違うっていうところがあります。日本語として英語をこうカタカナ読みした時にアクセント、本来の違うところ、本来とは違うところに、つけて、発音してたりすると、英語に、置き換えた時にちょっと違和感があります。私もよく経験があります。例えば、ギターは英語読みになるとギターですよね。で、パターンも英語読みになるとパターンになります。イタリアも英語読みになるとイタリーになります。アクセント、ね、ストレスのかかるところが単語の中でありますけど、そこの部分がね、こう日本語のカタカナ英語になった時に変わってしまうので、それが英語に置き換えた時にあれっていう風になってしまうなっていうのもあります。以上挙げたようにね、日本語と英語の違いがたくさんありますので、そういったところをですね、まあ一つ一つこう解説したりしながら、はい、まあ克服していきましょうっていうことで、いろいろ例を挙げさせていただきますので、はい、ご視聴いただいてね、少しでも役に立っていただければなと思います。はい、次回からね、子音にこう始まって母音にこう至るまで一つずつですね、発音の解説をね、細かくしていきたいと思いますので、はい、楽しんで、ご視聴していただければなと思いますので、はい、来週から、よろしくお願いいたします。はい、ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。